こらえるですか。皆さんこんにちは。ちょっと僕が全然知らないところで日本語チャンネルにあまりにも面白すぎる動画が上がってたのでちょっと嫉妬してたんですけれども日本語の方ではタイトルがすごく面白くて手抜きというタイトルがついてたんですけども、手抜きね、手抜きで意味が違うんですよ。意味が違って僕もちょっとどういうことだろうと見たんですけど、あまりにも面白すぎて、過去にですね、手首をこうクロスしてはいけないだったりとか、刀を手の内に握り込んではいけないという細かい技術の解説をしていただいたんですけど、今回は抜刀する際になぜ一連流ではこう握り込まないのか、握り込まないことによってどういう利点があるのかという、そういったところをこう解説していきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。あえてこう抜くことによってどういう利点があるのかっていう、自分も思っていれば相手もそう思っているから始まることだよね。俺には思いつくけどお前には思いつかねえだろうから割っていく。でこっちも考えてら向こうもそう考えてる、そこで起こることっていうのがね、いろいろありますよね。そうそうそう、だからこれをこちら考えてあちらさんも考えてると、こうなってくる。そう、塚田さんに僕が線を取られた、でフッとこうなるわけだ。はい、すいません。でフッとこうなるわけだ。すいません。ね、おお、打って、はい、こうね、送ってあるからこれ使えるんですよ。弾くやつですね。そうそうそう、打ってここでスイッチ、打ってここでスイッチ。うわあ、ね、はい、すっごい距離めちゃくちゃ近いですね今の。そうそう、今のはこうなったでしょ、はい、こう使ったじゃないですか。これをセンターに戻しながらこういくんです。で触れた、右手が触れたとこでスイッチだろうが、右手が触れたとこでスイッチだろうが、さや下げるだけだから、まあ、こうでもいいしね。はい、これはもう一連流のその抜刀の技術も含まれてますよね、はい、そういうことです。全部つながっていくんです。だからこうやってパッと抜くことができたら、塚を使って相手の攻撃をいなすことができると。そうそう、で逆手抜きも、同じにこう抜くわけ、でこうなる、同じにこう抜くわけ、でこうなる。そもそもそうですよね、逆手抜きの2とか3とかこうパッと塚でこう自分の担ぎも持ったりできても実際話してますもんね。そう、つまりパッ、見切りによってはここでも抜けるわけ、パッ、見切りによってはここでも抜けるわけ。おー、塚を戻すってことね、はい、パッていって逆手抜きがこう抜けた瞬間に戻せば、これが車に実は抜けるんです、それを稽古として受けましょうと。ほっ、こうなるね、はい、でこうやったらこう返してくるわけで、こうやったらこう返してくるわけで、弱々やとこうなるわけで、弱々やとこうなるわけで、でこのままあったらこう切られちゃうわけで、でこれをね、半身から半身にスーッてやっと外せるの、半身から半身にスーッてやっと外せるの。ただし塚がこのラインまでにしましょうと。なんでったらこれ戻せばいいの、また塚を使って、そう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 、さらに反撃できるってことですね。そう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 、この発想って本当に手をパッと離すっていう感覚がなかったんですね。絶対できないことですね。だから自在なんですね。避けて塚を使って素早く抜く、手で攻撃してきたらこういうことですね。それを手でやるわけにいかないんで疲れる。一つのパターンで修行稽古なんですね、はい、実践的にどうこうじゃなく、それが使えるように駆使してね、そういう、修行になってるわけね。日本語チャンネルの方では本当にこの疲れを止めたりとかしてから、いろんなことをされてましたよね、武道踊りのような動きとか。ああ、だから結局自分と相手の間に道具返してるだけなので、うわー、でこう、いい、怖い怖い。こういうことですよね。ああ、だから結局ほら無刀通りと一緒だから、でこう蹴るでしょ、はい、でさっきこうやったじゃない、これでね、もうね、ここ出てんのほら、ほら手が、
粘ってよ、うん、でこうなんかでこうなんか粘ってももうどうしようもないですその角度入られたらでお稽古場分かっててこらえる人とかもまあ周りにいるでしょそれはそれでいいのバーンってきてでこらえたスタコでこらえたスタコはい結局そうですよね意識あっちに一瞬持っていけば手がすくから絶対そうですねそうそうそう特に今の蹴り入ってたらもう今の入ってなくてもなるんですよそうですよね人ってうってなるんでしょうーんそう途中までこうなってるもんなんか忘れちゃうんです一瞬そうですねあっとそこポンって引っ張れば取れちゃうこういうのがまあ刈り当てだよねはいまあでも基本的に手を抜くってなったらやっぱり小手を狙ってきてる時ですもんねそういうことですよねあとはこうだなでこう来てさっきこう使ったでしょ、はい、だけどここで払った力を自分の利とし巻き返して正面打ち来るそう自分のバットよりも相手のこれの方が線を取ったってその際どうすべえなって話だよねおお。分かるかな美味しい手ですね、はいはいうん、つまり見極めだねパーンってやってなんちゃねえと思ったらここで切ればいいわけパーンってやってなんちゃねえと思ったらここで切ればいいわけスイッチしてねそれが上に上がって早い今降りてくるった時にはこうやってここを待ってりゃいいの早い今降りてくるった時にはこうやってここを待ってりゃいいのうーん、うん、そうでこれ当たんねえ届かないそう切るばっかりが脳じゃなくて自分の空間保って高低差を稼いで刀を自分がいたところに置けばいいだけなの勝手に当たってくるからでその手が落下した時自分に当たらないところに自分がいればいいとそれだけのことなんだで最悪するのは全部うまくいかなくて、うん、もう一回立ち上がったらさらに距離稼いで避けれるっていうのはそうですよそうですよこういう展開もありますよってじゃあ今度手抜かれて今みたいな攻防になったでしょ手抜いても意味ねえよってやり方も実はあるんですよ、なるほど、うん、はい手を抜いても意味ねえよ、はい、そうだからこれはあのね自流を最高たらしめんとするなら返し技を考えよという先代のところでねというところですね手抜いたって無駄だぜってのも実はあるんです、はい、なるほど、はい、なるほどうーわーなるほど。そう、こう来て抜かれるでしょ。そのまま落下させてこうやる。で抜かれるでしょ。そのまま落下させてこうやる。はい。そらいくら手を離せても間に合わないですね。そう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 。でもダメですね。いや、折り敷けば回避はできる。あ、できます。さらに自分抜けてないです。抜刀するのは相当大変だけど、回避は折り敷けばできます。ここが大変。そう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 。うわあ、なるほど。そうそうそう。面白い。だ仙台とはこうやってねもう無理ってとこまで詰めたんですけどでこれはあ、見てますねもう無理っすってだなっていう、そうこれ以上無理っすなりませんっていうところ、うん、回避でやっとですっていうね、うん、そうそうそう、ね、それでね非常にお利口にしていただいたお利口そうそうそうなるほど、うん、これもね多分見ているだけだと柔らかくやっぱり動かれるので、うん、そうですね、全然気づかれないと思うんですよね。その手を離しているっていうことが、ただいやいやだったりとかをやってらっしゃる方々からすると、一回掴んだつかを離すっていうことがいかに修練をしていないと難しいことかっていうのが、あとやってらっしゃる方であれば分かっていただけると思うので、うん、あのね柔らかくっていうのはね、うん、技が入り組んで複雑になって危険度が増してくるほど柔らかくができない人は怪我ばっかしますから。ですね。そう、あの加減と柔らかいのは違うんで。この手を抜くような技術がそう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 しますよ、ね、そうなんです、はい、まあ、浅間石天竜は歴史がすごく長いので、うん、いろんな状況をやっぱり想定していたそうです、ね、からこ そ, そ, う そ, う そ, うそうちゃんとまあ情で来ようが何で来ようがっていう最適解をやっぱり生み出していたっていうところが本当に改めてこの一つのたったこの柔らかく手をかけるこの一点だけでも見ることができましたので居合術はね有形無形っていうね形があってないそうだから伝授の形をきちっと覚えて、うん、そつなく演武ができて上手だね。それではダメなんです。そこだけでは。なるほど。そう今みたいにね、あの禅問答のようにこうされたらこう、こうされたらこうというのが出てきて、それがことごとく流儀の
足元だったり理であったりというところで、そうやって育つんですね。有形無形っていうね。最初は基本やんないとダメですけどね。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では本当に皆さんも皆さんどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。